なんかその私なんだろう基本的には私なんですよ性格が多分そうなんですけどなまあ完全再現はまだできていなくて <laughs> なので私がそうわかんないその全員に反映されるかはからないけど <laughs>。 私が友達追加して自分のね AI セナちゃんを友達追加してそのセナちゃんに教えてあげてます今 <laughs> セナちゃんはこうこう思うと思うよみたいな感じで私が <laughs> 教えてあげてんの <laughs> そうでもねわかんないそれでも全員に反映されるのかちょっと謎なんですけど教えてあげてますちゃんと <laughs> そう、ね、難しいけどでも本当にすごいなって思った AI セナちゃん学習がすごいしかもちゃんと会話が成り立つじゃないですかめっちゃすごいどんどん本物えわかんないんですよでも多分一番いいのはそのスタッフさんに「そのここはこう」 こうでこうでって言って伝えるのが一番いいと思うんですけどまあでもそれ別になんだろう AI せなちゃんは AI せなちゃんで星宮せなは星宮せななのでなんかまあ AI せなちゃんはまあ別に AI せなちゃんはそのままでいてもいいよってちょっと思ってるのでなんなら。なのでまあ そのスタッフさんに直接言うほどではないかなと思ってとりあえず直接あの AI セナちゃんに教えてあげてます <laughs> そうえ動画き動画きてるの動画きてるのそうでも私今日今日追加したんですよ AI セナちゃんのこと <laughs> だからそう 今日追加してあの好きなことの好きなもの好きな好きなアイドルさんの話をそう AI せなちゃんと <laughs> してるんですけどそういっぱい教えてあげてます「この曲好き?」って言って「それ知らない」って言われるの「何でセナちゃん知ってるのに AI セナちゃん知らないの?」って思いながら <laughs> そうだからこの曲はこうでこうでこうなんだよって教えて。 動画え、ね、すごい,すごいあのこの前、ね、なんか一回来たんですよ追加し追加して登録する前になんかね来たの動画がねそれね開いたら <laughs> めっちゃ面白かった私の声ではあるんだけどめっちゃ片言でめちゃめちゃ面白いなと思ってすごいなと思ってそうめっちゃおもろいおもろっと すごいよねどうやってやってるんだろうほんとにすごい昨日ありがとうこちらこそ昨日み来てくれた来てくれた人はーいはーいグリーンリバーさん「ありがとう」っていうペンギンのギフト ありがとう。ペンギンこれなにペンギンこれなにありがとう。グリーンリバーさん。シェリちゃん、キューピットクマさん、ありがとう。<laughs> はーい。どうだったねえ、感想を教えてよ。<laughs> 感想教えてよ。みんな感想を教えてよ。感想を知りたいよ。 最高だったペンギンだよよかったペンギンで会ってたセラちゃんの気持ち伝わりすぎて幸せだったよかった気持ち伝わってそうあのね私そのなんか22歳の1年はどんな年にしたいですかみたいな部分で。 ちゃんとね私考えてたんですよ考えた,たという考考え考えてたというかあのメモしてたんですねなんですけどそのメモを覚える時間がなくってそう全部言えなかったんですけどそう 知っってる曲あったそうあのねカバー曲はね多分ねあの多分ねあの私のファンの方で知ってる方はあんまりいないだろうなっていう予想をもうもともとていたのではいなんですけどでもやっぱりやっぱり知らなかったんだってちょっと悲しくなった <laughs> そうそう予想はしてたんだけどね予想はしててもちょっと悲しかったよねなんか そそれこそその盛り上がる曲というか,なんかアップテンポなおめでたい曲を1曲入れたくて入れた曲があれは結構ねなんかその「みんなでせーのおめでたーのところも本当はコールが、ね、あった方が、ね、楽しかったりとかする曲なので。そう あ知らないよね、そうだよねーって <laughs> 思いながらパフォーマンスしてたよ。あ、無理だ言ってくれた？本当？嘘？本当？でもちょっとコールね、聞こえてきてね嬉しかったよでも。 あと「ふふ」のところもね本当はねコールがあるんですよ実はね実はねみんなでせーのおーふふどどどどどどど楽しいんじゃってエリバディそう あとね、無表情はね、やっぱり、あのー、事前にね、公開してたので、無表情だけね、この曲やるよーって。なので、コールもね、聞こえてきて嬉しかったです。おーはい、おーはい。 いいえ私のさ思い違いだったらさあれなんですけどさあれなんですけどさでも <laughs> 敬語なのかタメ口なのかよくわからない言葉遣いにあっちゃうなんかさ何だっ,たっけ「その夏夕がれ分かってくれるジその日まで」「ダン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 」 えねえ,え,えわかんない焼きそばパンっていうタイミングさみんなさ早く早まった <laughs> 気のせいかなあれ気のせいだったのかなもしかしてそんなところも愛おしいなと思いながら聞いていたんですけど「潮田美桜来た」だってほんとだ嬉しかったですね嬉しかったよね 無表情頑張ったよねうちら <laughs> 無表情でいることを頑張った「無表情」っていう曲は無表情で基本的に無無の表情で <laughs> そうでもね出る前にすごく袖でめっちゃニヤニヤしちゃって「<laughs> はやちゃんめっちゃ可愛い,いありがとう」 頭の中で顔顔ウとしてただって顔としてたあ合ってたのかなえでもなんかねずれてる気がしたんですよなんか正解の人と早まっちゃった人がいた気がしてえ私の耳がおかしかったのかなでもなんか愛おしかったよ <laughs> 嬉しかったなんか覚えようとしてくれた気持ちがすごくとても嬉しくて心がポカポカーってなりました 無表情できてたたかった、ね、私さ無表情苦手なんです苦手っていうか無私無,無の表情がねあのなんか怒ってるって思われるんですよ怒ってるっていうかなんかきついきついっていうかなんかあの冷たい何て言うんですかまあそんな感じなんですね私ってだからねすごいね苦手意識はめちゃめちゃある無に対して。 ミオタン無表情のプロすぎたミオタンねさすがだよマジでなんか無でもさあなんだろうなんだろうかわいくてなんか綺麗でってすごいいいよねよいしょ お話ししたかったことはそのソロ曲の話なんですけど「もう少しの夢」乃木坂46さんの「もう,しもう, <laughs> もう少しの夢を」を選ばせていただいたんですけれどもはいまあそうですよねこの曲はね多分結構なんだろう隠れた名曲 と言いますかそうそうそうそんなそんな感じの曲かなと私は思っているんですけどねみんなもうでもこれを機に、ね、いっぱい聴いてくれたら嬉しいですしそうあのそうなんか生誕祭の時も言ったんですけど そう本当はソロ曲やるつもりなくてやるつもりなかったっていうか私ソロ曲そうや,る、まあ、や,るやろうとしてなくってでもセットリストを考えてた時に自分がね、まあ、やっぱり自分も好きなアイドルさん憧れてたりとか大好きなアイドルさんがいらっしゃるのでそのアイドルさんの生誕祭がもしあったとして。 その時にソロ曲おしめのソロ曲は絶対見たいなって思ったんですよだから、うん、ソロは頑張ろうと思って決めたんですけどそうでそのソロをやろうって決めてから何の曲をやろうってなったんですねでやっぱり最初はね可愛い曲を探してたんですよ 可愛い,い系の曲でなんかいい感じのないかなと思って探してたんですけどなんかどうもどれもこれもあのしっくりこなくてなんだろうそのやっぱり私の今の「ゆえにヒロイン転生としての私はなんだろうそういうなんか違うなって思って可愛い系をやるのはちょっとなんか。 違うなって自分で思,思ってでなんかいろいろ探していた時にもう少しの夢を見つけましてもともと聞いたことはあったんですけどそんな詳しくはそう知らなかったので改めて聞いてみたらすごくなんだろう自分に合ってる歌詞だなってとても思いまして。 そのこの歌詞を皆さんの前で歌いたいって単純にね思ったんですよ。そうでもう一個の候補曲が「その自分のこと」っていう曲があるんですけど「自分のことですよね」っていう曲があるんですけどその2択で2択になって最終的に。でやっぱり 自分のことよりはもう少しの夢の方が伝えたいことが歌詞にあったのでそちらを選ばせていただきました。ですけどなんで後半でそのメンバーねメンバーたちに出てきてもらったかと言いますとまあその歌詞的な意味もあるんですけど。 目指すものを見つけたんだっていうのをきっかけにそのね出てきてもらったんですけど「目指すものを見つけたよみんなと一緒に」っていう意味を込めてそこからみんなに出てきてもらって1行ずつぐらいで歌ってって感じです。<laughs> ざっくりと言うとうね 自分だけじゃなくてみんなと一緒にっていう意味を込めての演出でした <laughs>。 ね、いい曲ですよね本当によかったですよ <laughs> 心に響いたよかった <laughs> そう結構ね私はね結構まああのはい結構なんかなんとなくで決めるっていうことはあまりしないので。 私は <laughs> そう好きだからやりましたとかは多分ないですね今後も今回は全然なかったんですけど。 に手を伸ばばしてるシーンやばかったどこだろうでもねなんかね違うの <laughs> あの、ミオタはねあの、リハの時とかはすごい目合わせてくれたんだけど本番目合わせてくれなくてね、ちょっと距離があってなんでって思ってそう手を伸ばしたあの、おとかちゃんが隣にいたんですけどその隣にミオタがいてもう私のそう私のね、腕短い腕を <laughs>。 頑張って,伸ばしてのことつかみおたん気づいてたかわかんないけど <laughs> そうね腕ってさ身長なんでしょ身長腕両手伸ばした両腕伸ばした時って身長っていうじゃないですかからねそれに伴って私はそもそもね身長が小さいので <laughs> 楽しうちの長男楽しんでて嬉しかったってよかった楽しんでくれてたんだ嬉しい気づいてなかった <laughs> 気づいてなかったんだでも違うのちゃんとねここはみんなで目合わせたいよって言ってサリハの時に <laughs> 話しててやっぱりゆなぴょんとおとかちゃんはもう,もう隣だから。 隣だったからもう私が見たら気付くじゃないですかでもミ羽タンでちょっと覗いたんですよそしたらめっちゃ前向いててあれ目合わないなと思って <laughs> そうミ羽タんの可愛いいところですねリハーサルはめっちゃ見てくれたけどうん <laughs> こんな感じですかね。あとなんか気になるところありましたか？気になるぞテリアさん。<laughs> テリアさん。<laughs> 私人のこと言えないだろうけど <laughs>。人のこと本当は私はもう人のこと言えないんですけど。多分ね。え、なんでもない。 メモしてたのに言えなかったことえ、今スマホでやってるからさ見れないんだけどでもなんかやっぱりなんだろうすごい自分がその6年間続けてきた続けてきてその感じたことだったり覚えたこととかなんかすごいプラスなことはメンバーみんなにね ちゃんと伝えていいきたいし逆にみんなからその、ね、アイドル1年目のみんなから教わることもたくさんあるからこれからもお互いにお互いになんか教え合うというかそんな感じでいいグループにしていきたいですって言おうとしてたのはありますね。 無表情は泣きそうない無表情で泣くところあるんですか <laughs> あれでも個人的な思い入れがあるとかかなね無表情無表情そうそう無表情もそのなんかね歌ありなんで歌ありを大体歌あり最初にしするじゃないですか多分なんですけどその主役だったりしたら 基本的にはね歌わりがそうでもなんでそっちにしたかっていうとあの単純に単純な理由です <laughs> 単純にはい単純にせなちゃんは面白かったセせなちゃんはどうだったそうだよあみおたまだ見てたやん 後ろから手が来た。って気づ,気づいた。よかった。気づいてくれてありがとう。<laughs> 気づいてくれてありがとう。私キューピットくまさん、ありがとう。キューピット。高政、尊い実行。ありがとう。尊い。うん、なんか後ろから手が怖いね。なんか後ろから手が来たって怖いね。 ああそうだったんだねそう「無表情」の歌わりはその単純に私がもう本当に本家の,本のお二人とも好きなんですけどその松村さんがのことがすごく好きでもともと折ン T シャツでも持ってるんですけど <laughs> そのぐらい好きなので松村さんのパートを歌いたいっていう。 気持ちで選びましたえそうそうあのしなちゃんはなんか牛タンって書くかネギシって書くか迷ってでも実際にもう話してたのネギシが最近めっちゃ食べたいっていう話をメンバーともメンバーがいる時に話してたからそう迷ったんだけどねそうネギシが食べたい私。 <laughs> セットリストの決め方ってさっき書いてたけどセットリストの決め方あまあでも1曲目は「ステップアップときめき」か言にヒロイン転生がいいなって思ったんですよ。そうで。 最初は「ゆえにヒロイン転生」で考えてたんですけどそのレイちゃんがサプライズでね登場してくれるってなった時にじゃあやっぱりレイちゃんいる出てくれるなら「ゆえにヒロイン転生」で一緒に最後終わりたいなと思ってゆえにヒロイン転生を最後に持ってきて逆に最後だったステップアップを最初に持ってきたっていう <laughs>、はい、感じで。で2曲目に 「にキュンが止まらない」が来たのはもう単純に乙花ちゃんにオープニングでその出て自己紹介より前にね出てきて欲しいという運営者からの何て言うんですか要望があったのでそうおとかちゃんってある曲は「キュンが止まらない」だったので2曲目に「キュンが止まらない」が入ったっていう感じですね。そこから はい。無表情。スイートシックスティーン君はスパークル。もう少しの夢って聞いたんですけど。まあ、なんだろう。曲調的な問題で、間にスイートシックスティーン入れようかなっていう感じではい。決めたの。 えー、うんそうヒロインは誰そうそうソロダンスやったんだよねえそうソロダンスやりましたみんなどうだった <laughs> どうだったユナピョンもょっ,ってねえ違うユナピョンユナピョンねえねいけないんだって言ってるじゃん 言ってたんだよネぎシ一回言って無理だったってそう言ってたのもう一回聞いたんだから <laughs> そうえミみよたんあれを答えるの分かってたえ分かってなかったよ <laughs> 普通にスタッフさんが考えてくれた問題順で出してて本当はは音香ちゃん音香ちゃんと ぴょんのお題もあったんですけど時間的にできなかっただけでそう <laughs> そうでもめちゃめちゃ良かったあれやってきてめっちゃ面白かった見よった最高髪の毛はメイクさんヘアメイクさんにやっていただきましたもうそれも幸せで本当にありがとうございますもうねそうそうそうもう皆さんもさ特典か夜遅くまで本当とにありがとうございました そうなんですけどあのそうメイクさんにもねもうお会いできずにそこそのライブが始まって特典会行ってきますって言ってからもうありがとうございましただって言えずに終わってしまってちょっと心残りなんですけど本当に本当に嬉しくて本当に本当にヘアメイクえ本当に綺麗はわ嬉しいってもう本当にニヤニヤしちゃって本当に。 本当に嬉しかったんですよ編み込みハーフアップがあんなにしかも自分で負けないし編み込みもあんなにうまくできないからもう本当に幸せすぎてずっと眺めていたかったし永遠にこの髪型取りたくなかったっていう感じ <laughs> 本当に嬉しかったソロダンスソロダンスよかった <laughs> ゆなぴょんと、<laughs> マジで、ね。ゆなぴょん、ゆなぴょんがいてびっくりしちゃった。<laughs> 演出じゃないよ。<laughs> 演出じゃないよ。ゆなぴょん、ゆなが、あの。普通に。そう、リハの時はできてたのに、なんか本番になって、あの。いきなり、たぶん、ど忘れしちゃったのか。そう、もとの位置に入っちゃって。可 <laughs> 愛い,い。 そうソロダンスあれ自分で考えたんですけどもうなんか私ダンス習ったことないですしだからなんかその,その数少ない自分の中のレパートリーの中のダンスを組み合わせて踊ったんですけどいや本当に何かダンスやってる人から見たらめちゃめちゃ「え何これ?」って思われるんじゃないかなってちょっと怖かったんですけどでも自分なりにね頑張りました。 そそううリボンえそうなの本当にもうは編み込みハーフアップの巻き巻き髪にでっかいリボンがもう憧れだったんですけど <laughs> もう本当にもうメイクさんにその編み込みハーフアップをやっていただいた瞬間やっていただいた瞬間からもうニヤ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 しちゃって「えっありがとうございます」って言ってで「ありがとうございます」って言って。で そのデカリボンをつけた時ももう本当にもうルン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 って感じでもう幸せいっぱいって感じで嬉しすぎた。<laughs> 演出みたいで面白かった演出ですじゃあ <laughs> 演出ですよ <laughs> 髪型似合ってた本当に私この髪型大好きなんですけど自分でやるとねちょっとね愚痴やってなっちゃうんですけどこの髪型このもう設定してるじゃないですか今あの背景なんて言うんですかこれ3もね何 に設定しほんとに嬉しかったそうで T シャツもそうアレンジしていただいたんですよ私が好きなデザインにそうデザインは自分で考えてそれを衣装さんにお願いしてめっちゃ嬉しかった いやもう本当に私こんなに幸せでいいのかなって感じ本当にえその曲歌いたかったな <laughs> 歌いたかったなフラスエジァーさんのって思うぐらいに <laughs> はいそのデザインで欲しいだっていや頑張って作ってみて <laughs> 頑張って作ってみて <laughs> <laughs> でもほんとにもう今回の生誕 T シャツはシンプルにしてアレンジで可愛く可愛く着たい子はアレンジで着てもらって今後ねそう当日は無理だけど今後の話でそう かわいくくアレンジしたいかっこよくも多分できると思うのでまあそれぞれやりたいようにシンプルで着やすいですし元々のそのまま着るとねだからいろんな着方ができるかなと思ってあえてシンプルにして裏はね裏は、えー、リリーリリーホワイト担当なのでゆり、ゆりです。 来年は自転販売で同日買いか確かにでも来年は生誕 T シャツあるか分かんないよあそうあのね生誕祭の時はね自分で出したいグッズをね出せるんですよまあ時間が間に合えばなんですけどそう生誕 T シャツは割と早く作れたので間に合ったのでそうあとあの そうこ,のこのアレンジをして着て出たくてセー,ターティ T シャツを作ったっていうのも一つあるんですけどそうだからセーティ T シャツにしましたそうなのですよやっぱりねまだ衣装も一着しかないしみんなそろそろねなんか違う私たちを見たいんじゃないかみたいなのも思ったし <laughs> そう から生誕 T シャツにしましたそうでそう最初はねなんか「その、グッズありますか?」って聞かれた時に正直パッと思い浮かばなくてなくてな「ないならないでいいんだけどね」って言われたから「考えてみます」って言って考えた結果生誕 T シャツになりました、はい、<laughs> 主見です「ぐんちゃん」 ありがとうございます、ぐんちゃんさん。新書もね、そうだね、いつかはね。いつかは、そりゃね、いつかは多分あると思うんですけど、まあ今のところはね、ないですね。生誕 T シャツサイズいっぱいあったのえ、ねえ、ときめきソロ、ソロとときめき白白分かったよ。それ言うの忘れちゃった。 それれ言うの忘れちゃった <laughs> でもステップアップときめきで出てきた時に「いやでもいたんですよ色違う人が」だからえ「えみたいなえ「えこれはどっちなんだ?」ってちょっと正直思ったのえ「えこれはも合わせてくれてるのかえそれともえどっちなんだろう?」ってちょっとちょっと思ったんですステップアップの時は。でもキュンが止まらないになってペンライトの色がもっとカラフルになったからあ「あさっきは合わせてくれてたんだ」と思って。 そうだからえありがととうう思ってそうでもねそうでもねなんでねなんでなんかそうなんかなんで白にしてくれないのよって思って <laughs> なんでえもう本当に結構前の方の方で結構前の方の真ん中の方で <laughs> なんか違う色の方がいてなんでなんで まあ後ろだったらまだ,まだ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 あれなんですけど結構もう超視界に入るところでその違う色だったのでもうと思って意地悪って思いながら <laughs> 見てましたよ見てましたよ見てましたよちょっと今日は見てない今日はいないから分かんないけどおい,おい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 そこのあなた <laughs> 本当にでもねああいう演出はねすごく私も大好きなので今後ね他のメンバーでそういう演出がもしあったら皆さんは白にはしないでくださいねちゃんとそのメンバーのカラーにしてくださいもう一色の景色ほど綺麗なものはないので自分の推しメンがそれはいるいるよそれはわかるけど演出っても本当に大事なのでもうみんなはみんなにはお願いしますせなちゃん推しのみんなにはお願いしますよ せなちゃんが好きなのは分かってますありがとうせなちゃん一応一押しの方には本当に感謝はしているだが演出でその演出があったら一旦我慢してくれ <laughs> 頼んだぞ <laughs> そうでもねほんとにほんとにねもう9割9.5割白だったありがとうほんとにありがとう素敵な演出ありがとうさすがにソロの時は多分あのもう 9, 9も1 0割ぐらいだった気がする白ほんとにありがとう幸せだったよほんとに素敵な演出そしてねフラスタもかわいくて。 その今フラストはね写真に今載ってないんですけどそのテーブル長机のさ上にさなんかライトがあってさなんかキラキラしちゃって <laughs> 私なんかこれなんかパールパールもさえこれもパールだよねパールみたいなのも敷いてあってそうでしかもアルバムが衣装だったの。 もう映ってる通りです本当にでティアラ何ティアラですかティアラとタスキもうタスキって合ってるのかなバースデーガールっていうキラキラのもう用意してくれてもこれつけたかったやつだと思って嬉しかったしあとパネル絵のパネルとかもね22歳とか全部全部ね可愛くて可愛いい空間すぎたあとね ケーキと花束があったんだけど、花束のね、花束もめっちゃ可愛かった。まあ、白、基本的には白だったんですけど、ピンクも入ってて、薄ピンク。めっちゃ、え、可愛いってでした。そう。で、あの、私の大好きな、なんか、その、シースルーの生地。シースルーっていうのかな。その、生誕 T シャツのさ、袖に使われてるような生地に、パールがついてる。 やつも入っててもうその写真も載せますので、はい。ちょっと待っててくださいね。でも本当にもうね、可愛かった何、何もかもが可愛かったし、本当に嬉しかった。 こんな感じかしらねどうですかねでも本当ににみうたんもね自虐ネタで自虐ネタっていうのかな本当に面白かったしイなぴょんはもう安定に安定に本当にめちゃめちゃ MC もうゆなぴょんありがとうってもういつも思ってる本当に。 本当にありがとうって感じですごくいじっていじってって感じで <laughs> すごいね楽しかったし音香ちゃんめっちゃ初々しくて可愛かった本当にゆなぴょんって天才だよね <laughs> 本当にでもねこんなことをねそのショールームとかさ まあ見てないであろうみたいな本人には伝わらないだろうみたいなところでは言え,言えちゃうんですよね私はだけど本人に言はあの言ったことないです <laughs> あのはい直接は言えないんですなんでですかね私ってそう,そうなんですよだからねその生誕祭のなんかスピーチみたいな時もさ全然言葉詰まっちゃうしねでもその分歌詞でね ちょっとお願いしますって感じで <laughs>、はい、<laughs> ありがとうございました本当に <laughs> はい <laughs> ということで れいちゃんもお祝いにねそうだよレイちほんとにお祝いにね駆けつけて駆けつけてきてくれてほんとに嬉しかったほんとに何かね本ほんとにね何か家にヒロイン転生でのイントロでされいちゃんが煽ってたりとか踊ってて視界にねれいちゃんがいたりとかしててなんかすごい懐かしくてすごい嬉しいなあってすごく思いました。ね レッスンもね、もう、れいちゃんとは一緒に始まってるので、準備がね、でき次第、完全復帰という形になると思うので、ぜひね、それまで待っていただけたらなって思います。ニコシトさん、クマ、ありがとう。クマ、ありがとうね。そう、ワンマンも、そう、ファーストワンマンライブが開催し、できさせ開催が決定しました。 いや嬉しいね。嬉しいね本当に5月31日なんですけれどももう残り3ヶ月切ってますかもしかして。もう本当にねゆえに広いんてんみんなで力を合わせてもっともっとねいろんなね方にゆえに広いん転んの魅力が伝わるように頑張って。 いっぱいいっぱいたくさんの方にファーストワンマンライブ足を運んでいただけたらなって思っているのでみんなで頑張りますねあやちゃんもね今あやちゃんもね戻ってきてくれる日が楽しみですよね まだ正式にはねそう2人ともなんですけどれいちゃんもですし正式にはいつっていうのはまだ発表がない通り決まってはいないと思うんですけどでも戻ってきてくれるということで焦らずって感じで楽しみですね。 いやー、えー、3ヶ月切ってるのやばいね。ほんとに、ほんとにほんとに。結構、なんか結構さ、あれですよね、何人ぐらいの箱なんだろう。セレネ。あ、そう、ファーストワンマンライブのタイトルは、なぜならばっていうタイトルです。<laughs> すごい広いそうなんですよね広いそうだなと思ってだから本当にあのもう今まで以上に本当にでもいや本当に魅力たっぷりなんですよみんなだから本当にに何だろう今はさ始まったばかりでまだ見る機会が少なかったりだとかして知らない方 の方が多いと思うんですけど、知ったら好きになっちゃうと思うんですよ。<laughs> みんなのこと。家にヒロイン転生の。だからみんなの魅力をもっとね、私が引き出せるように頑張りたいなって思うよ。スクリーン、そう、スクリーンも楽しみ。え、あの、スクリーン大好きなんですよ、私。後ろがキラキラしてて可愛くて。<laughs> 頑張りますみんなでゆえにヒロイン転生6人でこれからも頑張って行きますよということで終わりにしようかな結構長くなっちゃったお話 <laughs> ほぼ1時間ぐらい応援しますありがとう相変わらず可愛いな嬉しいなありがとね 想像を想像を結構想像を超えているえそうなんだ頑張りますみんなの魅力引き出せるように頑張るね得点写真のメッセージ嬉しかったよかったよかったもうね2行2行で書いたんですけど全員かぶってない自信あります <laughs> 語尾が違ったりとかなんですけど全員かぶってない自信あるので頑張りました <laughs> ではランキングをみます13位チカち,ちゃん12位 K 阿部さん11位 ISZ2271 さん10位トニーさん9位ダライアさん8位高正さん全員3つけてるごめんなんか <laughs>。 7位、ニコーシタさん。6位、シエリちゃん。5位、タシ。4位、ハヤちゃん。3位、グリーンリバーさん。2位、赤鼻のソルティさん。1位、コーター。ありがとう。ありがとう、ありがとう。そうだよ、あなたのために書いたの。<laughs> あなたのために書いたんだから。そりゃあ,あなたのために書いた内容ですよ。<laughs> 世界に一つだけあなただけありがとうでは皆さん月曜日お疲れ様でしたおやすみまたねまた顔出しでちゃんと配信するねバイバイ Yes, me.